まあ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 、一回ね、それ裸で。裸でいきましょう。しゃあ、はい、大原からの挑戦状。お、突入。突入するね。こんにちは。じゃあ、口出しゲーム。あ、シャイニーとシャイニー。来た。こんにちは。シャイニー、よろしくお願いします。じゃあ、もう今日は、あなたたち二人には、ここから脱走していただきます。なる。はい。以上です。いや、完結。すげえ完結だな。完結だよこれ。それそうないんだ、最初の茶番あんまないタイプの、ね、いやそれはそうよ、もうそれだけですって。以上。あの書いてある。でも書いてあるよ、ほら。なんかプチ脱出ゲームです。4人。いやだから他の人に出し物、うん、他の人への出し物。あ、そっか、マイオンさんに出した脱出ゲーム。あー、そういうことね、うんうん、そうかそうかそうか。もう黒曜介の部屋から、脱出してくださいと。今2人でもいけるってことね、これはね。まあ頑張れば。え、もういいですか、じゃあ始めて。はい、どうぞ。ん、なになになに、なんかガシャンって言った今。ガシャンって言ったな。そこにレバー、ここにほら感圧板があるぞ。急遽感圧板ない。なんでそんなすぐ見つけられるの、すごいな。俺見つけないやつやばいだろ。感圧板ゲットしました。多分これここ怪しくない。ここ、これ絶対入れるぜ。これいいぜ。あれ、おお、入った。え、飾りたくないです。早いかと思って。入れました、入れました。何ある、よいしょ。あ、なんかまた早い、ね、カルガル番がたくさんあるぜ。あ、わかった。どうした、これ。ほらほら、蓋が3つあるから、これ多分カルガル番3つ置くんじゃない。これ怪しいな、確かに。で、ほら、ここ前しかない、キュウグさん。で、どんどん見つけんじゃん。いや、でもね、なんもないよ。すごいな、でも、ほんと。あー、もうほんとだ。ちょっと待って、確かに。なんか、でも、タイラさん見てください、これ怪しくない？あ、これだって置いとく必要ないもんね。なんかある。上、左上見てみ。あ、左上。あー、なんて、なんかある。なんかあるぞ。押せるか、それ。いや、これ、え、無理じゃね？無理。いや、え、く、あ、あ、わかった。え、間圧板を敷いて段差つけて。そんな高さほぼ変わらんわ。いや、段差つけて攻めすぎだろ。いや、変わらんって、その段差。あ、でもなんか見えてきた。それ開いた。あ、ほら、間圧板じゃないこれ今。関係ねえだろ絶対、間圧板。関係ない。本当に関係あんの。ちょっとどいて、やってみたい。うん、あ、行けた。どっかで、え、どこ開いた。あ、なんか、あれ、さっきこんなところあったっけ。え、開いてた。これ開いてたけど、うん、ちょっとわかんない、うん、あ、開いてたのかな、もはや。ちょ、あ、待って、あの上にも樽ある。あれ、あれさっきなんか、いや、どうやって取んのあれ。でも、キュウキュウさん、はい、ほら、ここ穴開いて。あれ、そんな、間圧板1個。ほんとだ、開けていいですか。1個ゲットしたんで。あ、いや、ここに謎を解いたものがありますって感じだった。はい、はい、これで全部踏んで、キュウキュウさん一気に走って。あ、そういうことか、行くよ、せーの。うらっ、あー、なんか降ってきた。あ、危ない危ない危ない。あ、でもなんか落ちてるぞ、いろいろ。タイタイくん、なんか落ちてるぞ、キュウキュウさん。タイタイくん、キュウキュウさん、ほらほら、いっぱい落ちてる。なにこれ、なにこれ、なにこれ、なんだなんだ、なにこれ。うわー、なんで殴られてる、なんで殴られてる。ちょ、いいから。タイタイくん、なんで殴られたの今。タイタイくん、暴力的だわ、なんかゲームさ。何したのかな、どうしたの、どうしたの。なんか壊した。タイタイくん、あれ、いや、全然攻略できねえな、これ。どうやって出たの。タイタイくん、どうしたどうした。なんかタイタイくんボットいんだけど。どういうこと、何を。あなた、隠されし、隠されし、古の本。いや、ごめん、見てないんですけど。いや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 、拾ってたよ、そういえば。なんかさっきね、いや、ちょっと引っかかった、小指に引っかかっただけ、走ってたら。超怖いぞ、僕の視点からお願いします。余計なとこで、その3視点の引かさなくていいから。一応、まあ、やあるけどさ、いらないわ、やそんな。なんか使うの。一応何があったかちょっと分かんないから、ちょっと読み上げてもらって。うん、一応まあまあ、先に読んだ人いるからさ、やっぱり。だって究極まだ見てない、うん、まだ見てないなってことだもんね。うん、だってその順序的にチェーン2だから、チェーン2がまたいたみたいな。まあ、違うことはない。いいんですよ、遊戯王見てもいいよ、遊戯王。なんて書いてたんですか。この本にはその爆笑一
発ギャグと書いてありますね。おお、そう書いてある。うん、見たいです。キュウケさんもちょっと読んでみてください。ぜひ一回見とく。あ、爆笑一泊一発ギャグ言えてないんだよな。で、で、いや、大丈夫です。だって、脱出マップでしょ。それやんないと鍵開かないの、うん、まさか。前尾さんの時は、うん、滑らない話でした。いやいやいや、一発ギャグともずれるっていうね。どっちも嫌だし。どっちに転んでも嫌な、なんなんですか。確かに、それはちょっとね。どっちがいいかなって思ったけど、気が少ない方がいいよと思って。じゃあ、大体俺が引き受けよ。今回おお、ほんとに協力プレイ、協力だろ。ここで大体やっとさっきのヤー貸してくれ。ヤー立候補ありがとう、マジで。さっきヤー拾ったじゃん。やりたくてしょうがなかったパターン、うん、こんなだってっ。あれ、ステージこぼうか。ステージこぼう、うんうん、そうなの。マイケット、一応もう一回読み上げますね。うん、一回もう一回読み上げると、爆笑一発ギャグということで。なんでハードル上げるの。じゃあそれでは協力バトルということで、やっぱりあのリーダー緊急が。いただきます。ちょっとベッド邪魔なんで、こっち行きますね。はい、ここなんか見やすいように、なんか、うん、ここで、ね、ああいいですね、行きます。あ、じゃあちょっと、ああいいですね、いいですね。ちょっとあの、いや、ちょっとタイトルコール欲しいわ。わかるよ、その最初なんか入り方がよくわかんない感じね。いやいや、タイトルコール欲しい、タイトルコール。いつガン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 みたいなさ、うん。それすら俺自分でやって出てったからね。だってすごい協力バトル、すごい協力バトル。うん。いきます。はい。ガン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 。どうもどうもどうも、よろしくお願いいたします。ということで、今回はですね、爆笑一発ギャグやらさせていただきたいと思います。神奈川県出身、東京都に、引っ越して、5年間経ちました。今は兵庫県にいます、キヨキヨです。よろしくお願いいたします。ということで、爆笑一発ギャグこちら。やー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 、ありがとうございました。はい、ということ。あ、やばい、はい、あった。さあ点数、さあ点数どうだ、さあ点数どうだ。10点、10点爆笑大笑いいくか。3点お、まあ、違う、その違う、10点、どういうこと、上がってる、上がってる、でさあ10点いくか、10点いくか、さあ爆笑満点大笑いいくか。でゼロはひどくないか、それ。さあゼロに、ということで、抜き出されてなかった。いや、そのチャゲアスっての分かったよ。はい、ということでね、いや、今回あの最終的に6点獲得ということでございますけれども、いや、はいはい、正直俺は好き。いやいや、好きよ。面白かった。何それ、嬉しいじゃん。それ嬉しいじゃん、それ。ノイキャンがなきゃよかったな。いやー、なんだよこれ。じゃあ、でもキヨキヨのデータ使ってくださいね。OBS、いや、本当にいいですよ。いやいや、好きですよ。はい、いや、本当にありがとうね、俺の分まで。マジ助かったわ。あー、本当ですか。いやいや、まあまあ、助け合いなんでね。ちょっと脱出しましょう、そうだね、これは本当に脱出しましょう、頑張って。ここから脱出しましょう、頑張ってね。よし。さあ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 。いや、ちょっと。今のピークみたいにやめようね、今ね。いやいやいや、いや、本当に助かったわ。いやいやいや、そう、耐えてね、ちょっと俺もやりたいな、ね。ありがとう、マジでありがとう、うん。いやいや、とんでもない。こちらこそいつもありがとう、ね。じゃあ、どうやっ、ね、いや、はい、どうやったらいけるんですかね、これ。あれ、この多くの痛さは何だ、これ。あ、それ俺がね、これはあの、関係ないやつ、ね、もともと、うん。関係ないやつだ。さあ、いや、ちょっとリアルに、あ、これは、はい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 。これはそうで、ここ踏むと、いや、多分、いや、これで一発ギャグしたらなんか出んじゃないの、さすがに。出ないよ。うっそ、やば、ここ、これやばいね、ここね、これやばいですよ、だいぶここやばい。これもう悪魔の間だわ、これ。あれ、そういえばマップ、さっきここなんか開いてなかったっけ。なんかね、多分、あー、なんかあれか、ここのレバー、あ、ここのレバー、ここのレバーか。だいたい、あいにボタン踏むとまだ降ってくるぞ。え、本振ってくんの。いや、あれは大当たりとして、まあ大当たりや。なんかじゃあ、いいの出るまでさ、多分やらなきゃいけないんじゃない。あ、説あんな、それが。ちょっと、ここが黙ってますんで。ガチャ道じゃない、これ。さっき、ここ、ここ。あ、でもなんか音鳴ったぞ、今。あれ、待って、今なんか見えたぞ、今。
え、ゆうた、もう一回。え、やばい、なんか壁に今なんかベックスみたいなのが。え、え、これ隔離付き。なんで、なんでそこしか踏まんの。ただ見てて、ただ見てて。はい、あ、ほら、あ、ほんとだ、ほら、すげえ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 。でもあれちょっと一瞬すぎない？同時に踏むんじゃない、どっか。はい、ど、いや一瞬すぎない？え、まあ、多分こうだから。え、あ、あ、開いた。ちょ考えられなくなるから、動くのやめてもらっていいですか。ちょっといろいろ考えたい、いろいろ。アンプ病ごとみのプロイド、ロジックを、ロジック、そこ乗ってみて、キュウキュウさん乗ります。はいはいはい、うん、だからここ、はいはいはい、え、でもこれが多分ね、正しい順番があるんだと思うんだよ、なんか知らんけど。いや、そういうことか。で、なんかね、あー、これ壁の穴、なんか関係あるんじゃないか。そっか、今一瞬で出て戻ったわけだけども、うん、爆笑一発ギャグでもうワンヒント。もうワンヒント。これさっきヒントいただけたっけ。さっきヒントあったっけ。いや、まあ一発ギャグは関係ないっていうヒント。あー、関係ないってヒント。あー、それは確かありがたいね、それは。いいって、もう、うん、お、うまい、うまい、あれ、今うまい。なんかさ、これ今奇跡的なかった。いや、これうまい。あ、えぇ、ー、えぐいって。いや、ガチでえぐいって。ちょ、待て待て待て、拾っちゃった。お、バカかお前は。中した。拾っちゃった、拾っちゃった。いや、ほんと、じゃあ、キュウキュウさん、いっちゃってください。天才じゃん、マジで。いっちゃって。うわ、これ。これ、え、これで、よいしょ。これすごいな。いや、タイタイ、ほんと天才だわ。こっち、こっちおいで。なになになに、今なんか見たじゃん、あなた。いや、おいで、いいから。うん。いや、そんなやばい感じじゃない、マジで。うん。はい。あれ、弓。弓がございます。なんで。あ、確かに、ああいうとこに一発ギャグの本するものありだな。いや、なおさら何のために謎解いたんだ、なる。どうしたらいいと思います、タイラさん、これ。弓と矢があるじゃない。弓と矢ありますね。ってことは、なんか、多分。タイタイを。いや、なわけあるか。バレたよ。なんでバッドエンドなんだよ、これ。一人死なないと出てこれないみたいな。多分ね、なんか壁にさ、穴二つあるじゃん。あるね。なんかこれね、刺さるとね、作動する気すんだよ。両方に打ってみ。え、マジで。うん。あれに。サーバーかなんかあるかな、うん。うん。うん。いや、さすがにじゃない。さすがにか。でも弓矢で反応するものって、うん、ん、待って、タレさん、なんかあそこに穴があります、なんか。本当だ。ね、ちょっと打ってみます、これ。はい、オッケーオッケー。いいね、間、その間。ちょっと下、もうちょい下、もうちょい上。え、正面から行くか、正面から。いや、ワンチャンさ、うん、これあれだと思うんだよね、階段から撃つんじゃない。いや、説あんな、それ。それ説あんな。それ説あんな、それ。はいはいはい、これね、忌まわしき、忌まわしき、これ本を重りに。どうどう、なんかある。うわー、なんかあるわ。あれ、なんかあるよね。あれ、マトブロックじゃない。ちょ待ってくれ。ん、ああ、マトだ。オッケーオッケーオッケー。うん。TNT かと思った。やば。危な。あ、なんか、あ、逆。いかちゃんだ。水できた。これは脱出成功。脱出成功。おめでとうございます。いや、すげえな、面白いこれ。おもろい。成功です。おめでとうございます。ぶっ壊して出て OK です。超面白いこれ。いや、ちょっとこれおもろいな。よく作ったな、こんなのっていう感じの、ちょっとプチ脱出ゲーム。いや、これは面白い、楽しい。これ面白いが、まあ1個。
あ、これで1個まだある、まだあるが、もう1個一応ある。ちょ、やりたいやりたい。え、でも今のより結構むずいの。いやどうだろうな。いや、これ難易度一緒ぐらいかも、それで言うと。普通にさ、配布されてるやつみたいな感じじゃなかった、なんか。いや、本当にそんな感じだった。なんかね、面白かった。あの、やーとか、ただのあのね、お邪魔要素なんじゃなくて、おもし使うみたいな。トラップだったと、そうそう、思いきや。これやば。マイオンさんだからあれ、うん、3人乗って1人行くんじゃない？あー、確かに。反対。はい。正解。なるほどな。確かに、確かに。あ、で俺ら俺が1人で、うん、あの、ダッシュデッカー検証したときは、うん、あえて、アイテム置いてやってた。あ、そういうことか。いや、これちょっとマイクラリ。1人用と2人用、どっちも今。できるようになったっていう。あの、見せてたって感じ。はい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 。いや、おもろいわ、これ、ガチで。え、ちなみにこれは、あの、マイオンさんにまたやったやつ？いや、これはね、カズさんとサンダーちゃんだ。あ、カズさんと。あ、また別の。そう。まあ、2人っていうところで。サンダーコンビに、こう、いろいろのお礼です、言うて。はい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 、はい。主に、許可ぼりというか、露天ぼりのお礼としてこれを。はいはいはい。いいですね。幸いなことに、今回立ち会いに俺がいるから。そうだね、そうだね。確かに。なんか、トラブルがあったり、うん。あれこれ、取っていいのかな、みたいなのがあったら、あの、俺がジャッジします。確かに確かに、それいけますわ。じゃあもうゲームマスターいるということで、お任せでいいんですかね。確かにね。ただ、はい、もうちょっとだけ待ってほしい。あ、もうちょっとだけ、ね、あ、全然全然。あ、お払い。あー、痛い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 。よし、オッケー。よーし、じゃあ行ってきます。レッツゴー。さあ、来たよ。ん、なんか書いてありますね。レバーを2つ見つけ出し、自分の色の羊毛の部屋に行け。お、ピンク、白。だからサンダーちゃん、お嬢とハズさんってことね。そういうことか。レバーを頑張って探しましょうよ、じゃあ。まあまあまあ。いや、これさっきのノリで言うと、やっぱりこういう普通のはチェストの中とかないってことだよね。なんか一ひねりあんじゃん。いや、でも俺は普通の人間だよ。あら、普通の人間。うん、普通の人間か。なんかこれありそうじゃない？上登るといける。なんかありそう。お、なんか小道発見。お、なんだこれ、なんだこれ、なんか書いてあるぞ。この先行き止まり。本当に？え、レバー2つあるの？本当に？まあ、行き止まりか。まあ、嘘書かないか。いやー、でもそうだね、はずれの、はいはい。あー、タイタイさんもう上いる。これ見てみ。あー、なんか、あー、でもこれあれか、レバーを押すとどっちかが開く、どっちも開くみたいなことか。自分の部屋？ああ、そういうことか。だからどっちか行こう。ああ、確かに確かに。じゃあ僕ピンクで行こうかな。じゃあ俺白。ん？これもうレバーらしきものが入るところなくね？いや、それパンパンなんですよ。これさ、あれじゃない？いや、でも、レバーを取って、あそこにくっつけるシステムだから、なんか、樽とかシュルカーボックスに入ってそうだよね。ああ、ってことは上に灰色シュルカーがあったりすると。ああ、説あるか？いや、ただ俺ちょっと見たけどな。いや、気づく。注意深く探してるね。だって、下がさ、もうレンガじゃん、ほぼ、うん、ほぼっていうか、全部。いや、そうなんですよね。そうですよね。あ、で、ここやっぱ登れるっていうのがミソですよね、まず。じゃあ、タデさん、一応確認するんだけど。あー、なんか、うん、あ、待って。あ、ミケー。あった。おお、いいね。一本目。今ちょっと取り合いみたいになっちゃう。じゃ、これ、遊興のレバーってこと？遊興のレバーで。遊興さん、脱出成功。でも俺、タイタイさんの見つけちゃったら、タイタイさんちょっと歯がゆいよね。いや、まあ、別に今のとこ、なんか同時ぐらいだったんで別にいいですけど、ね。気持ちそんなに歯がゆくはないです。あ、本当に。いや、うん、じゃあちょっと俺も見つけちゃおう。一緒に探そうよ、もう一個。うん、俺も見つけちゃおう。俺このまま大人の感じでずっと行くから。この先行き止まりでしょ。いや、でも、あ、そっちも行ってるんだな。ここ行き止まりじゃない、ここは行き止まりじゃないから。ああ、うん、この先行き止まりって書いてあるね。いや、でもさ、こんなのある。ちょ邪魔やな、もう。行き止まりですよ、お客さん。外れやん、外れやん。あれあれ、いや、全然行き止まりじゃないじゃん。いや、当たりあるやん。
え、なに、清水さんここまで来てたのさっき。いや、ガチで来てない。初めて来た。あ、この外れで止まったって。待ってください。いや、僕は行き止まりで行ってなかった。行き止まりでガチで止まってた俺、お利口さんに。なるほどね。はいはいはい、ちなみに、タイルさん開けて。ちょ、大原が喋ろうとしてるでしょ。あ、ごめんごめん。ゲームマスターが。今、はい。あっちのチェスト開けた人いましたよね。え、外れの方あ、なんで今、外れの方って分かったんですか、タイルさん。外れって書いてあったじゃん。ここね、開けた人いましたよね、今ね。え、俺ちなみに開けたのここだけっすよ。あ、じゃあ、今日開けた？開けたね。お前やないかい。ただなんでちょっと俺になずりつけたんだよ。トラップカードオープン。いやいや、ない、そんなトラップカード。二度付け禁止やで。どんな効果ですか？ちょ、効果読みます。はい、一度つけたプレイヤーは効果を受け付けず他のプレイヤーに効果が移るって書いてあります。二度付け禁止やで。二度付けしてんじゃねえかそれ。なんで持ち込み禁止でそのアリウム握ってるんですか。ごめんなさい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 。なんか鼻握ってる。おしゃれかなと思って。2回やってますよこの人。おしゃれかなと思ってね。2回やってます。トラップカードオープンしたぞ俺は。先ほど私は一度付けして。あ、そういうことね。そうそう、そういうこと、そういうこと、はいはい、もう2回目受け付けないよ。そうそう、受け付けない。もうだって、受付禁止って書いてあるから、このトラップカードに。あ、でもこれあれでさっきと効果違うじゃん、受けた効果。さっきは本の効果だから、本の効果があるから、俺は。うん、制限カードだったりするから。え、言っとくけど、じゃあ今までの一発ギャグ系のそういうの全部まとめて表にしましょう。私負ける気がしません。3年分の。ハズレの裏にこういう時って大体当たりあるんだよな、言ってたもんね。こんなピンポイントのヒント出してた？なんか言ってたよ、オンリーちゃんのやってる。聞いてなかった。オンリーちゃんのやってる時言ってたよ。あー、そう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 、はいはいはい、なるほどね。そういうこと、つながってんねん、これ。じゃあちょっとオープンザしますよ。カズさんとこ行こうかな。はい。そう、オープン。じゃあ行ってきまーす。よっしゃーい。おい。なんだ？おい。どっち行こうかな。あ、でもなんか、なんかタイトル見えるな。あ、真ん中がある。真ん中あるね。真ん中しいて言えば制作者ルートだ。あ、ほんと。ここが Y のちょっと監視点になるので。はいはいはい、はい、はい。あ、これでも開かねえなこれ。あれ？これ開かねえな。あれ？なんかあれ？ブロックが出てきたぞなんか。これチーム戦だ。キョキョ。なんか感圧板がなんか入ってました。今なんかブロックが出てきてそれに乗ったらディスペンサーみたいなのがあってドロッパーだ。それ俺が多分こっちで押したのが、うん、通じてて繋がっててそっちで出てるわ。だから陶器の感圧板3枚入ってるよ多くと。その感圧板をそっちの部屋の、うん、多分なめ石かなんかが地面にあると思うんで3個。あ、あります。1個あります1個あります。あ、1個ある。そこにちょっと置いて乗ってみ。ゆうさん、はい、3枚入れたのはワイのミスや。じゃあこれで乗ってます。タレさん乗ってますよ。私どうでしょうか。特に何も起きない。そっちなんか起きたりしてる？何も起きてないの。いや多分今ゲームマスターが下に入ってます。はい、キヨキヨさんが今、はい、乗りました。乗りました。はい、乗りました。あ、開いた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 。俺は俺の開いてる？言ってない。もしかして俺のとこだけかも。え、俺生贄？うわ、死にたいんだったら俺生贄に捧げられてるこれ。じゃあ今のとこで、ちょっと待って。で、なんか新しいとこに来て、俺一応乗りっぱで行っとくわ。あ、グー、9つレバーがあって、9つレバーがある。そうそう、で、ヒントってのが書いてあって、うん、入り口を背にして右に行ったの、左に行こう、そして最後に右回りっていうヒントがあって、うん、正しい組み合わせでレバーを引け。はい、難しそうだね。なんか入り口を背にして右に3。はあ。右に3、左に5。はあはあはあ。最後に右回り。はあ。入り口を背にして右に3。はあ。入り口って
てここだよね。入り口を背にして、うん、左に5も意味わかんないな。デデ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 デあのできませんそんなこと。最後に右回り。キョさんは未だに手投げにするじゃん。俺今もガーツマンのとこいるよ俺だって今。ありがとうございます。いた。ガーツマン踏んでるよ俺まだずーっと。入り口ままいいか。右に3、左に5って意味わかんない。小原さん。はい。商品とお願いします。お。商品とミニ箱ですね。タイタイさんがやるべきことはまだ1個残されてます。なんか俺なんかしなきゃいけないのかな。なるほど。いや、キョキョさんはね、違う。ほら、もう壁を見つめているっていう。あ、開いた。なんかタイタイさん、なんか開きました今。ここにレバーがあったんだね。じゃあキョキョさん、そこになんかある。いや、めっちゃいろんな書いてあります。え、読み上げますね、タレさん。お願いします。一回しか言いません。なんでだよ。なんでいっぱい言ってくれよ。なんでそういくなんだそこ。ラーメン、チャーハン、餃子付き680円。はい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 。いや、たくさんあんだよ、俺マジで。大丈夫、ウーバーイーツ見てない、大丈夫。いや、見てませんよ。、うん、ギカラ、ウエマ、ミエウタシン、ノツレモカナ。覚えられるか、そんな。うん。あ、左下上、右3、4に上下斜め。もう一回言って。もう一回言いますよ。左下上、はい、右3、4に上下斜め。上下斜め右、まあ、まだたくさんありますよ。でも上下斜め右の次は上はない。あ、上下斜め。あ、でなんかもっとたくさんあるんですけど、正しい言葉は一つだけだって。なんか別の看板に。あ、本当に。その上で、うん、最後のなんかまあ多分正しい言葉の候補として、うん、耳ギギシシタタ、上上左左、前前後ろ。入り口を背にして、うん、右に3、うん、左に5、うん、そして最後に右回りって書いてあるんだけど、なんかそっちのたくさんある看板のな順番だったりしない。絶対そうや。もう一回言って、もう一回言って、もう一回言って。あ、本当に？プリーズ、プリーズ、プリーズ。入り口を背にして。はい、背にしてます。右に3。右に3も行けません、もう行けませんよ。終わったじゃねえかよ。壁ですよ。積んだじゃねえかよ。入り口を背にするんでしょ。入り口を背にして。こうして、で行くよ。1、右に3。はい、もう一回、はい、言って、はい、右に3。はい、で左に5。あ、ないな。俺の部屋のことじゃないんじゃない。だから、いや、でも、あ、入り口を背にして、右に3って言ったね、うん、壁です、壁。壁ですよ。でこっち、こっち出口だよな。こっちの右に3はこれ壁だな。入り口、いや、これタイタイさん最後の、じゃあもう一回耳ギギみたいなやつ、参りますね。まあ、だから耳ギギシシタタみたいになってるからちょっとややこしいから、右下、うん、上左、前後ろ。あ、これ俺もやんのかな。右下、上左、前後ろ。そっから開業されて、また中央揃え6文字で、三重歌神。そして4行目にのつれのかな、また中央揃えで。あ、そうなってんのか。はい、オッケー。ってことはそこの文字っすね、多分このヒント。マジっすか。な気がする、わかんないけど。6でしょ。はい、6。あ、ぐるーってしたら読めるとこ。ギから、あ、ない、上真ん中の、あ、え、上真ん中の
列の右から、うわ鳥肌、いや今マジで怖い。なるほどね。怖い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 。ガチで俺適当に読んだら、上真ん中の列の右から、なんだこれ、下上、下上、上、右真ん、もう一回言って、右、上真ん中、上、じゃあもう一回いきます。上真ん中の列の、うん、右から下上。ちょっと何言ってるか分かんない。え？ちょっと何言ってるか分かんない。マジで？びっくりした。どっから切ればいいの？その切りどこが間違ってるかもしれない。分かんないけど。そうか。上で、上真ん中の列の右からは、これ絶対もうこれ、これもうカンパケです。これは。カンパケ。うん。カンパケです。右、上真ん中の列の右。上、じゃあ真ん中の列から読んでみて。真ん中の列の、右から上。おお、あー、オッケーオッケーオッケー。おお、すごい。真ん中の列の名探偵おるやん。違う違う違う、わかんない。真ん中の列の右から右から上。真ん中の列の右から上。はいはい、オッケーオッケー。で、真ん中の列の右から上、下上って真ん、なんか真ん中に、まあなんて言うんだろう。あ、ちょ待って、じゃあ、うん、今のが多分、そして最後に右回りっていうこっちのヒントの最後の部分をなんか多分解いたんですよ。でその前に入り口を背にして右に3、左に5っていうワードがあるんだけど、うん、でそこなんか思えたら不思議ない。そっち、そっちでもう一度、もう一度言って。入り口を背にして、入り口を背にして、俺背にしてるよ、はい。右に3。いやもうあれいけないのよ。もういけない。こっちも壁あるんだよ。大体方向、大体のネームタグ見える方向になっちゃう。あ、いやなんか多分その文字の、文字だと思うんだよね。あ、文字、文字で、うん、文字のも右に3、左に5がまあだったりする。わかんないけど、本気で開いてくれよ、頼むぞ。なんで開かねえんだよ。これヒントまたもらえたりするんすか。あ、確かにビッグキノコまであるつやね。なんだって、ビッグヒントが欲しいのかい。GM 特権使う。あら、お願いします、はい、部屋を一応つなげることできるけど、ちょっとつなげよう。ちょっと見たい、これは見たい、これは見たい、これが見たい。ちょっと見せてくれ、これは見たい、マジで頼む。あー、やった、開通だ。お互いの、お互いの部屋行こう、お互いの部屋行こう、行こう。うわー、なるほど。入り口を背にして、俺こっち来た意味ないじゃねえか。ちょっと顔が待って、この入り口を背にして右に3っていうのがちょっとよくわかんないな。左に5ね。大体入り口ってこっち、意味わかんない。いや、こっちこっちこっち。あ、ここにあったんか。こっちから入って、そう。え、じゃあ入り口を背にして右に、右に3。いや、多分それの読み方が多分この看板なんですよ。ほう。看板の多分暗号みたいな。え、首かしげる戦法あるか、やっぱり。なんなんその戦法。いや、あのさ俺の知らない解き方、天才の解き方じゃない。これさ、1行目空いてるじゃん、空欄じゃん、うんうん、これ見てよ、こっち、これを一回首を右にかしげて、うんうん、ここほら1行目空いてんじゃん、2行目の文字、3行目、4行目みたいな。そして看板の読み方順に真ん中の列がここっていう、ここの、ここが真ん中の列っていう。天才すぎて理解できないんだけど、ちょっと待って天才すぎる、あれ天才すぎる。これが天、ちょっと分かんないんだけど、あれ大原、これはオンの状態は合ってんの。ん、あ、最初はこれでいい、まあ、そうね、レバーはもう何でもよかった、正直。今まで出たやつの中でも答えかなり出てますっていう。おお、
首かしげる戦法じゃねえかやっぱり。なわけあるか。ではない。ではないんだ。ではない。ではない。いただきました。ではない。いただいたのでかい。ああもう確定演出ですよこれ。もう確定演出。諦めてくださいもう。そこそこ諦めます。これ諦めます。いや。だからこれ起点が分かんなくて。確かにな。右から上、真ん中の列の。いやこれ組み合わせでやるっていうよりかは、うん、まあそこのさっきのヒントの左に3、右に5。あーあれな。うん。左にうん。あれなんですよ。あれが起点となって右回りが分かんない。右回り多分右回りってこうじゃない。あの時計回りじゃん。右回りもそうだね。なんかその多分さっきの読み方が多分右回りの読み方。真ん中真ん中の列っていうのは縦なのか横なのかっていうのあるけれども、一回縦出るか。真ん中の列の、右から上、真ん中の列の右っていうことだから、あ、そういうことか。真ん中の列右から上から、うん、下上、真ん中の列の右から上だ、上真ん中の列の真ん中はどこなのか問題がね、真ん中の列の真ん中の列のスーパー特大ヒント言うとき、おください、早いなぁちょっと待って、まあ、一回ステイホーム、一回ステイホームして、ステイホーム、うん、真ん中のやつの右から上、なんか、あ、最後が上、まあ、縦、俺横だと思って縦にして絞ってみようぜ。真ん中の列の、でもそれが分かんない、真ん中の列の右、真ん中の列の右から上、真ん中の列の右から上、最初にしてみる、右から上やってみようか、真ん中の列の上、真ん中の列の見え歌詞、だからその下の下上って読めるじゃない、下上読めるね、そう、その流れから察するにも多分真ん中からスタートだよね、真ん中からスタートのが綺麗だね、だからこのナルト式ね、そう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 、真ん中のやつの右から上、右から上、下上、でもさ、真ん中の列の右から上、下上で、ちょっと最後ぶっきらぼうではあるよね、まあね、まあ下上だから押す順番だから、あー、まあまあまあ、あー、そういうことか、下上ってことだから、うん、そう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 、真ん中の列の、はい、真ん中の列の、右、真ん中です、右から安い安いよ、上上下上、関係ない、俺やったんすよね、さっきやったか、うん、真ん中のヒント安いよ、安いよ、タイタイくん、あ、ヒントちょうだい、お願いします、2人の同意があったらいいよ、 OK、 ください、今このレバーの状態はどうなってる、オンですね、下、あっ、え、待って待って、怖い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 、こういうのはマジ怖いから、真ん中の列の右から、真ん中の列の右から上、下、上、あっ、うわー、あれ今ガチャって言ったよ、おめでとうございます、開いたようで開いてないんだ、あ、キョキョさんとこ開いたわ、こっち開いた、うわすごい、おめでとうございます、いやすごいこれはっていうのが答え、あの、折れてる、うん、ではあった、いやこれはすごい、めっちゃ面白い、うわレバーの、だからレバーのオンオフっていうよりはそのレバーの上下なんだ、いやー、うんうんうん、これタイタイさんナイス、俺は何のことか説明を受けても最後分かんなかったもん今、ああいや、そのただこう真ん中の列の右から上下上っていう、レバーの、あなたやっぱ地頭いいよね、まずタイタイさんね、
いや違う本当にクリアー。いやクリアじゃない、クリアじゃない俺出れてないからまだ。あ、そうか。うん、あんただけに済んだ。じゃあ、あんただけは今空いたの。うわ、なんかアスレがあるな。嘘だろ、こっから1時間やん。あ、やべ。どういうこと言うの。え、嘘よ。ちょっと言いますよ、じゃあ。俺る前からアスレ最近。うん、4マスアスレがちょっとやだね。あれ、なんか俺、え、大原、俺のあのさ、今ので合ってる、合ってる、オッケーオッケー、ありがとうございます。やるねー。あ、あ、あ、いけた。そのよかったんだ。お、ナイス。なんか今ガチャッとしたけど、え、そっちだけクリアできるようになってる。もしかして、いや、ちょっと待ってくれ、奥開いたんやが。あ、キュウさん、あ、ごめん、あの、タイタイ置き去りにしてた。こっちにあるわ、なんか。あなた、あ、危ねえ、ほんとに危ねえ、ほんとに。びっくりした。危ない。あ、でも、ここはサクッといったね。あー、よかった、ね、あー、よかった。あ、4マス飛びか、ちょっと待って、4マス飛び、これね、俺、運良くないといけないから。運だから、これ。いや、さっき行けたんだね、でも。うん、あ、やべ。ちなみに、タイタイも今、スルーしてた。ちょっと待って、今タイタイなんか出してくれ、今の。なんだこれ。何があったんだよ。補助輪ついた。補助輪ずるいぞ。補助輪、やっぱサンダーちゃんルートだから。そうか、サンダーちゃんルートだから補助輪つきなんだ。いや、これ制作者のこれ愛が感じられます。片側救済システムだけ採用してた。タイタイ、タイタイ開けてくれ。え、あれ、なんだ、わかんない。今開けた。いや、なんかあんのかな。出れない。出れない。補助輪だけ開いた。これ俺の木よ。元気でな、キヨキヨさん。あれ、達者でな。でも今あの GM のあれっていう声が。これ赤い石が。え、といったらレバーオンにした。上。これ、聞いた？あ、開いた。これ。あー、オッケー。どうも。よっしゃー。あ、すごい、なんですかこれ。あ、帰ってきた。よし。トーテムです。これあの、お、参加費が帰ってくるっていう。ロッカーみたいな銭湯の。100円入れて100円帰ってくるっすね。そう。はい。なにこの上に飛んでいけるやつじゃない、これ多分発信するやつじゃない。やろうぜこれ、 TNT ランチャーみたいな。ランチャーみたいな。同時でもワンチャンいけるかもしれない。あ、キムさんごめん、なんか戻れなくなってる。じゃあ2人で行こう、大体。もう俺死ぬしかない、ここもう。よし、行かないと。なんと強制的。行くぞ、大体。お願いします。押すぞ、どうできるだけ真ん中に。オッケー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 。タイタイ号発進。あー